岡山城っていうのがあるんですよね。その岡山城と、日本三名園と言われる後楽園があるということで、今日から、幻想庭園が、始まるんですけど、お客さんの入りとか、どういう感じなのかなと。意外とね、人がねどん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 ね溢れて、来てますね。はい、皆さんこんにちは、スピチューブです。はい、今日はね来てるところは、旭川沿いのね、西中島という場所にね来てます。まあここもね結構歴史が、あって、長いんですけどね、この歴史が長いといえばこの、後ろですかね、まだ先に行ったところに岡山城っていうのがあるんですよね。その岡山城と、日本三名園と言われている、後楽園があるということで、まあ、なんで今日ここに、この辺に来てるかというと、幻想庭園というのが、行われるんですよね。まあライトアップということ で、このライトアップを今日は見に行こうと、いうわけなのですが、まあこのご時世、まあいろんなね意見があるかと思いますけど、実際この中でこういう状態でどうなんだというちょっと謎の部分もあるんですよね。本当はね多分批判的な方が多いと思うんですけど、まあ、これをねちょっと参考にしてくれたら、多分これから先のね大イベント、まあいろいろありますけど、実際に行われたりするやつありますけど、これ参考になるのかなと、いうことでちょっとね、確かめていこうかなと思います。はい、それではスピチューブ始まります。はい、ここがね岡山県立図書館の、前なんですけど、ここをねまっすぐ行けば、岡山城、岡山後楽園に行けると、あと450メートルぐらいで行けるということですね。まだちょっとまだ明るいんで、まあ明るいといってももう、6時半ですね。6時半なんですけど、まあこれからもっとね暗くなったら、おそらくこの、わかりますかね、この、明かりというかライトが光るのかなと思います。ちょっとね楽しみですけど、まあ、一般的にはこっちから来る人は少ないかと思うんですよね。後楽園のね、手前まで、入り口まで来ました。まだねちょっと時間が早いので、まあ、一応オープンはしてるんですけど、もうちょっとね暗くなってから、入っていこうかなと思います。もう少々お待ちください。はい、というわけで、時間がもう8時に近づいたということで、周りがね暗くなるにつれて、こういう感じでねライトアップが、綺麗になってますね。本当にこの紅葉みたいなね感じで、綺麗にね色鮮やかな。でもこれ全部ねライトなんですよね。はい、はい、まあ、これがねあの岡山城の周辺ということで、本題は、このね先にある後楽園ということで、これからね後楽園の方に、行こうかなと思います。はい、これからね幻想庭園に行ってきます。この橋を越えると後楽園ということで、はい、
今日から、幻想庭園が、始まるんですけど、お客さんの入りとか、どういう感じなのかなと、ちょっと思いながら、これから先に進んでいこうかなと思います。こちらからはねチケット買えないということで、正門の方にね行ってくださいということです。はい、ありがとうございます。はい、幻想庭園にね、来たわけですけど、雨が、降って、ちょっとテンションが下がり気味な感じで、中に入っていくんですけど、おお、結構ね雨降ってんですけどね、これ見えますかね。進んでいきますね。ありがとうございます。おお、すごいですね。これがあの京都の嵯峨の嵐山のね、なんかライトアップみたいな、感じが、しますね。こちらがねプロジェクトマッピングということで、すごいな、この立派な木が、なんか屋根になって雨よけみたいな感じになってますけど、はい、というわけでね、幻想庭園を、ぐるりと回ったんですけど、意外とね人がねどんどんね溢れて、来てますね。はい、まあ、あいにくの雨なんですけど、30分以上はね雨降ってるんですけど、でもまあ全然人も、いるようで、こんな感じなんですけどね。まあでもね嵐山をね思い出すかのような、いい感じのね雰囲気の、場所なんですけど、というわけでご視聴お疲れ様でした。今日はねあの幻想庭園ということで行ったわけですけど、まあそのタイミング的に雨だということで、まあ人ちょっと少ないかなと思ったんですけど、まあちらほら、来てる感じで、まあ時たまその道が混雑したりとかいう感じで、まあこれからね
夏本格的に夏になってくるわけですけど、おそらくどん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 増えていくかなと思います。はい、というわけでまたぜひ機会があれば、行ってみてください。終わります。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。